パリ五輪柔道阿部詩敗北後の号泣報道に石原良純が放った本音。主審がコールした一本に阿部詩は何が起きたのか理解できない表情で呆然と座り込んだ。連覇への道が断たれた阿部は一礼し、相手のディオラケルディオロワと握手した。ふらふらした足取りで畳から降りると、セコンドについた平野幸秀コーチの胸にしがみつき、異例の2分以上も泣き叫ぶ声が会場に響き渡った。あまりの悲劇にスタンドから詩のコールと拍手が起こる中、平野コーチに肩を抱かれながら控え室に引き上げた。前回の東京五輪で圧倒的な強さで金メダルを獲得したが、その後阿部は相次ぐ故障に見舞われた。東京五輪後の2021年秋に両肩の関節伸修復手術、復帰後は2022-23年の世界選手権を連覇したものの、今度は腰痛に悩まされ昨年10月の国際大会を欠場。ノーシードで迎えた今大会は、相手がメダル候補とはいえまさかの一本負けだ。絶対的な優勝候補に位置づけられた最強女王に一体何があったのか。そして会場内での詩の大号泣に賛否もあるようで。詩は勝っていた。日本のお家芸の大波乱である。パリ五輪柔道女子52キロ級で連覇を目指した阿部は、2回戦でランキング1位のウズベキスタンのケルディオロワと対戦する。優勢に試合を進めるも残り1分を切ったところで、ケルディオロワが仕掛けた谷落としで阿部は畳に倒れてしまった。男子66キロ級の兄阿部一二三との兄妹同日連覇達成はならず、早々と姿を消した。長らく柔道を取材するスポーツライターは、1-2回戦を見た限りコンディショニングに不安を抱えているようには見えませんでした。今回はケルディオロワの作戦勝ちと言えるでしょう。相手は過去詩に対し2戦2敗、まともに組み合ったらキレのある技が豊富な詩に対して勝ち目はない。ケルディオロワが勝機を見出すにはしっかり組まずに組み際を狙って技を繰り出すしかない。組み際に一気に間合いを詰め、右大内刈りで迎え撃った詩を谷落としで沈めたのは研究の成果ではないか。詩は先に内股で技ありを奪って優位に立ち、相手が指導を2回食らっていたことから一瞬の隙を突かれたのも敗因でしょうと語る。そしてそのケルディオロワはパリオリンピック前に来日し、全日本合宿に参加した際にも手の内を隠すため阿部詩からノランドリの誘いを断っていて、この一戦にかけていたのだ。一方で阿部の試合でも誤審があったという意見もある。前日の男子60キロ級では永山竜樹が締め技で一本負けした際に、主審が待てをかけたにもかかわらず相手スペインのガリゴスが締め技を続けて永山を失神させた。これが大誤審と波紋を呼んだばかりだが、阿部が技ありと指導2つを奪って圧勝ムードが漂う中、多くの柔道関係者がこのまま絶対に勝つと思われた女子のエースはなぜ敗れたのだろうか。バルセロナ五輪95キロ超級銀メダルの元暴走王小川直也氏は、詩選手はかわいそうの一言、これも審判の問題になるけど、指導2をもらっていた時に相手に偽装の技があって技がすっぽ抜けた場面があったでしょ。本来ならあそこで相手の反則負けだった。今のルールならあれは明らかな反則、審判がおかしいという意味ではあそこの判定は問題と指摘する。確かに指導2つをもらっていた相手の背負い投げは中途半端な形で偽装攻撃、いわゆるかけ逃げと取られてもおかしくなかった。これで指導を取られれば相手は3つ目の反則で試合は阿部の勝ちで終わっていたのだ。小川氏は、あれは誰が見ても10人が10人見ても反則と言い切る。ではなぜ審判団は偽装攻撃を見逃したのか。小川氏は、審判に詩選手への期待感があったのでは、詩選手は強すぎるということで綺麗に技で投げて決めてほしかったのかもしれない。不運に不運が積み重なって大きな悲劇が生まれたと思うねと推察する。振り返れば柔道ではしばしば誤審騒動が起きており、選手を大いに悩ませる。記憶に新しいのが2000年シドニー五輪での100キロ超級決勝だ。篠原信一とフランスのダビド・デュイエが対戦した。試合が始まり1分半が経過したところで事は起こった。
ルイエの内股に瞬時に対応した篠原は内股すかしで切り返し、ルイエが背中から畳に落ち、篠原は側面から落ちる形となった。一本勝ちを確信した篠原はガッツポーズまで出した。だが試合は続行した。しかも当時のルールにあったポイントの有効がルイエに入っていた。篠原の切り返しがなぜかルイエのポイントとなったのだ。最終的に篠原は敗れ、試合後に監督とコーチが抗議したが認められず、篠原は銀メダルに終わった。後に国際柔道連盟はルイエの有効とした判定を誤審と認めたが、メダルはそのまま篠原が金メダルを逃した結果は動かなかった。この誤審は柔道界でも大きな話題となり、ビデオ判定の導入が進むきっかけになった。その後も様々改革が行われたが、それでも誤審騒動が消えない。石原良純が放った本音。2大会連続の金メダル獲得というプレッシャーも感じつつある中、阿部はいわば満身創痍の状態で臨んだ戦いだったのだろう。これまでの複雑な思いが込み上げてきてギャン泣きとなったようだ。阿部詩が号泣する姿が放映されたことについて賛否さまざまな意見が上がっていた。阿部の敗退が報じられると、タレントでコメンテーターの石原良純氏は、阿部がこの大会までどれだけ努力してと想像しつつ、号泣する姿を見せない方がいいという意見について、だけどこれを含めてこれが努力の甲斐、3年間の戦いの甲斐と反論する。そして、時に勝負だから残酷なところもあるけど、僕はこういう姿もオリンピックの1ページだなって。まだ始まったばかりだけど、もしかしたらこのシーンが今回のオリンピックで一番印象に残るシーンなのかもしれないと考えを述べた。元大阪府知事で弁護士の橋本徹氏は、このレベルになるとやっぱり勝利至上主義でも当然だと思うし、負けた時にああいう風になるのは当然だと思うと号泣した阿部に対して理解する姿勢を見せた。一方で批判的な意見もある。元宮崎県知事で政治評論家の東国原英夫氏は、お叱りを受けるかもしれないけど、阿部詩さんは悔しいのはわかるけど、あの泣きというのはどうなのかなと思いました。柔道家として武道家としてもうちょっと毅然として欲しかった、相手の選手みたいにして欲しかったなとは思いますと指摘する。またあるスポーツライターはこう首をかしげる。詩選手の試合後の振る舞いは非常に残念でした。勝者を称えることなく、ただただ自分が負けた悔しさを感情的に表した。畳の横で同刻すること3分近く、その間試合進行は止まり、次の出場選手は入場口で待機を強いられていた。詩選手はその後、全てをこの1日のためにやってきたので、負けた瞬間は冷静に自分を保つことができなかったと言いましたが、全てをかけてきたのは彼女だけに限らない。入場口に立ち、気持ちを高めて試合に備えていた選手は複雑だったと思う。さらに詩選手は東京五輪の金メダリストで世界屈指の柔道家です。負けた時こそ日本を代表する柔道家、武道家としての真髄を見せてほしかった。号泣するなら誰もいないところですべきだった。今回の女子52キロ級を制したウズベキスタンのケルディオロワ選手は、詩選手を破った直後も感情的に喜びを表すことなく笑顔すら見せなかった。敗者への配慮、リスペクトを感じさせただけに余計に詩選手の態度は残念でしたと語る。そして SNS 上でもいろんな意見が出ていた。そういう姿を見たくない方はチャンネルを変えればよいし、強制的に見せつけられてるものではないと思うので避ければよいだけのこと。あんな光景は今まで見たことないし感動した。良純さんが言ったように今大会で一番印象に残るかもしれない。怪我のリハビリも含め代表に選ばれ大会に間に合わせた調整がどれほど過酷な努力の上であったかを物語っているシーンだと思います。泣き叫んでも良いと思います。もらい泣きしそうでした。また次を目指し頑張ってもらいたいです。また涙を流す選手を撮影することについてメディア側に配慮が必要だという指摘も根強く上がっていた。その一方で、タレント気取りでいろいろやったから足元救われるんだよ、チャラチャラしてるんじゃない。辛かったよね、お兄ちゃんといつも比較されているし。武道家であれば泣かずにこらえる。ちょっとどうかな、コーチが早く場外へ連れ出すべきだったといった厳しい声もあった。少なくとも阿部の今回の態度は残念ながらグッドルーザー、
良き敗者たれとは程遠い印象を与えたのは確かだ。己の結果しか考えていない自分勝手な振る舞いと批判されてもおかしくなく、これは日本スポーツ界のメダル至上主義、勝利至上主義にもつながる根深い問題だという意見もある。そして阿部の振る舞いと対照的なシーンが今回のオリンピックであった。日本時間の7月30日、大逆転で8年ぶりの団体金メダルを獲得した体操男子である。鉄棒で日本の最終演技者を務めた橋本大輝の演技のスポーツマンシップあふれる行動が話題を呼んでいた。橋本は最終種目の鉄棒で4つの離れ技に成功し、着地も一歩に抑えた。この演技に会場からは大歓声が巻き起こったが、その時橋本は天に掲げた右手の人差し指を口元に当てると、観客に向け両手で落ち着かせるようなジェスチャーを見せた。実はこの直後に中国の最終演技者張博恒の演技が控えており、集中を妨げないように静かにとジェスチャーだったのである。また橋本と張は2021年の世界選手権から個人総合金メダルを争うライバル。それでも互いの演技が終わると握手やハイタッチで励まし合う姿が見られました。チームに関係なく選手を思いやる行動をした橋本に、これぞスポーツマンシップ、人間ができすぎているなどの声が上がっていた。彼女はレジェンドだからこそ。試合後、過呼吸で満足に言葉を発せられなかった阿部詩。悪夢の敗戦から4時間後に報道陣の前に姿を現し、普段の試合とは違った緊張感や絶対に勝ちに行かないといけないっていうプレッシャーに負けてしまったと話した。決して力負けではないだけに悔しさは募る。阿部は今後について、落ち着いてから考えたいと語るにとどめた。小川直也氏は、ビッグカムバックを望みたい、彼女は泣き崩れたけど4年後に取り返すチャンスをもらったと思って、もう一度チャレンジしてほしいとエールを送っていた。結局ランキング1位のケルディオロワと東京五輪金メダルの阿部の試合は事実上の決勝戦だった。2回戦で前回女王の阿部を破り、決勝では48キロ級で2021年東京五輪金メダリストのコソボのディストリアクラスニキから残り2分22秒で技ありを奪い優勢勝ちし、悲願の金メダルを獲得したからだ。試合後会見でケルディオロワは阿部をリスペクトしていると振り返り、そして、彼女はレジェンドです、完璧なチャンピオンです、私は試合が全て終わるまで表情を変えたくなかったし、彼女をとても尊敬しているから喜びたくはなかったのですと回答する。ケルディオロワは技と礼節と人間性が備わったチャンピオンのようである、そして頂までの道のりを長い準備だったと話した。初出場だった東京五輪は17位、ケルディオロワは3年の時を経てパリで頂点に駆け上がり、この金メダルはウズベキスタンの皆さんのためのもの、支えてくれる皆さんにとても感謝していると噛みしめた。そこで皆さんは今回賛否の分かれる阿部詩の振る舞いをどう思いますか？コメント欄で教えてください。